もう本当にずっと長い間試合に全く絡めてなくて、もう本当に自分の中でのやってやるって気持ちは多分チームの中で誰よりも強かったので、その思いが結果に出て嬉しいなっていう気持ちです。あそこはもう自分のところにサイドバックが食いついた時に、その梶君が自分が落ちた裏に走って落ちた空いたスペースに走ってくれるっていうのはなんとなく見えてたんで、そこでワンタッチ流した瞬間に梶君が抜けたスペースが逆に空いてるなって体感的に分かったんで、そこに走ったらうまく梶君が流してくれて、あとはもう入ってくれるのを信じて上げるだけでした。まずは今日の試合応援ありがとうございました。今後とも自分もっと絡んで活躍していきますので、シーズン終了まで熱い応援をよろしくお願いします。今日はありがとうございました。